皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は、おすすめの漫画を一作品紹介していきたいと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。この、チャンネルではアニメ漫画系の動画を上げていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速内容の方を、紹介していきましょう。タイトルがマスト聖兵のスレイブっていう漫画なんですけども、まあ、主人公はね、突然マトって呼ばれる世界に迷い込んでしまうんですが、そのマトっていうところには、まあ、化け物と、食べると女性だけが、男性は関係ないんですけど、女性だけが能力を得られる桃っていう果実があります。まあ、これのせいで、まあ、男性の立場がとても弱くなった世界のお話で、そんな世界で、主人公マトにさまよってしまって、でそこでね、やっぱり、まあ、化け物が出てくるわけよ。で化け物をね、お約束通り出てきて、主人公追われます。でそこでね、めっちゃ強いね、女の子があります。もうめっちゃ可愛い女の子が現れて、ぶった切っていくんですけども、でもね、数が多すぎてピンチになっちゃうんだよ。でピンチになって、そこでね、女の子にね、こう言われるの。私の奴隷になれと。どういうことっていきなり美女出てきて私の奴隷になれって、ね、しかも周り怪物だらけね、囲まれてる中で、どういうことって、まあ、実はその能力、女の子は能力持ってます。もうさっき言ってた桃っていうものを食べているもので、能力持っていて、その能力が、奴隷にした生命体の力を、引き出し刺激する能力、うん、だったんですね。だからまあそれを、まあその話を聞いて受け入れた主人公は、差し出されたね、手をペロって舐めて、主人公がもうブワーンって光って、化け物に変わってました。なぜかもうなんか犬みたいな形のね、顔したね、ムキムキマッチョの、化け物に変身してしまっていました、うん、でもめっちゃ強いの、それがめちゃくちゃ強い、うん、でその力で、なんとかねその場を切り抜けられたんですけども、ここからがね、この漫画の面白いところなんですよ。でこのね、奴隷にする能力で、この能力には代償があって、ここがね本当よくてね、この奴隷が働いた分だけ褒美をもらえるんですよ。でその今回の褒美はなんとキスでした。いきなりキスしちゃう。もうこのね、男が立場の弱い世界でずっと暮らしてきたね、肩身の狭い思いをしてね、もう女子とも話したことも、触ったこともないぐらいのね、生活をしてきた主人公がなんとね、いきなり女子とキスをしちゃうの。もうキスしちゃってもうすごいテンション上がっちゃうんだよね。しかもこの、代償が本人の意思と関係なく、実行してしまうんだよ。だからもうね、その戦い終わると体が勝手にもうキスしちゃってるみたいな感じでね、もうここの恥ずかしいんだよ、その女の子も。その恥ずかしがってるところもね、またいいのよ。うん、まあなんだかんだあって、その、まあ、一緒にね、これからも化け物倒そうよっていう話になります。でその女の子っていうのは、防衛隊みたいなところに入っていて、でそこの部隊の寮があります。でその寮に住むことになるんですけども、そこにはね、なんと他にもね、お約束通り美女がいますよ。他にも3人も美女がいますよ。でそこで、その家事がね、もともと実は主人公が得意な、ところがあったので、まあ、じゃあね、奴隷兼管理人として、これからねここに住んで行ってくれっていう、活躍していくっていう話です。うん、まあ、簡単に言うと1話こんな感じで終わるんですけども、これね、絵もね、ストーリーも良くて、しかもエロ要素が入ってるっていう、これも男の子にね、めちゃくちゃおすすめな、漫画となっております。まあ、本編がね気になるという方は、今ジャンププラスのアプリで無料で見れるので、よかったら、見てください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よかったら高評価の方もよろしくお願いします。バイバイ。